あれから変わったんだ。生き方も探検とか冒険とか。ま、泥棒だな。いて。じっとしてて。それこそ昔はどっちか一人が無所にいるか二人仲良くって感じだった。でサムが死んで、というかそう思ってから。お兄さんの思い出に蓋をした。そんな感じ。てなわけでこれで全部だ。もっと隠してることありそうだけど、でも十分よ。何考えてんの？いいタイミングであなたを見つけちゃったんだなって。だな。大きな怪我がなくてよかった。そしたら連れて帰るのも大変だもん。どうやって俺を見つけた？そんなの簡単よ、バンバンやってんだもん。そうじゃなくて、どうやって来た？ああ、だよな。サリー、聞こえる？よう、ドーリン、ネイトは？まあ、かなりボロボロだけど無事よ、相変わらずね。あとはもう一人のドレイクを助けるだけ。どういうこと？ネイトに代わる。よ、サリー、来てくれたんだ。あったぼうよ。で、サムはどうした？捕まった。おい、そらマジか。やつらは島の北の方に向かってる。その辺りに降りておいてくれよ。サムを助けたらさっさと脱出しなきゃ。あいよ。おい、じゃあお宝は？いいんだ、もういらない。アルカサルは？いや、やつは関係ない。でたらめだった。あ、そら借りがあるとか脱獄も？そう、全部でっち上げさ。最低だよな。肩がついたら全部話すからさ。な、うずうずしちゃうね。二人とも気をつけるんだぞ。サンキュー。交換。ありがとう。いいの。いや違う、いつもありがとう。本当に正直迷ったわ。だよな。行こう、迎えにね。それでこの島の北側へ行くの？ああ、ニューデボン、エイブリーたちの本拠地だ。レイフはお兄さんとそこへ向かってる。宝はきっとそこだ。見つける前にサムを助けないと。見て、あそこよ。ショアラインの借りちゃった。あんなとこから滑ってきたのか。うん、急いでたからね。でも登るには道を探さないとダメね。よし、ほら。なあ、着いてからどれくらい？この島に数時間かな。町は見た？うん、空から。あれすごかったの？ちゃんとは見られてないの。あなたを探すことに必死だったから。だよな。
で、サリーはここについて話してくれた？ええ。ヘンリー・エイブリー、4億ドル、12人の海賊と住民たち。そんなとこだったかな？まあ、そんな感じ。飛行機の中で聞いた。すごい。あれってエレベーター？それっぽいな。ヘイブリーの仲間にはすげえ技術者もいたみたい。あれで川の上流まで物を運んだのね。ああ、だろうな。車があるな。あとはあそこに行くだけ。ねえ、どう思う？どっち？調べてみっか。エルナ、持ち上げるよ。お願い。他に道はないかな。あ、上に道があるわ。そこから出られそうよ。何かあるか見てくれ。わかった。いいものがあったわ。待ってて。いいぞ。ナイスジャンプ。結構やるでしょ。あんないい子を騙しちまったのか。上で待ってるわね。ここやばい、やばい。大丈夫かな。こっちは全然平気。上まで登ってこられそう。ああ、やってみるよ。ネイト、そこから出られそう？行き止まりだな。エレベーターは動かないかしら。無理だろ、300年経ってる。野ざらしだったし、動いてたかさえ。って、おい！新シフトです。これがまだ動くなんて信じられない。ちょっと、まあ、そんじゃ上で会おうか。それで車はどっち？高台からなら見えるんじゃないか？うん、確かに。
あそこの水車一つでこれ全部を動かすなんて海賊の割にあるわね。スコットランドのもすごかったんだぜ。あそこには待って、スコットランドにも行ったの？ああ、そりゃだってエイブリーの手がかりは。そう。大丈夫、サリーに聞いてる。ああ、そっか。だってほら、今嘘はつかなかっただろ。そう。これ、結構いい運動になるかも。誰もいないぞ。見て、ショアライン。車がバレた。奴らの車だけどね。今は俺たちのもんだ。ドレイクと一緒か。多分な。プロペラ機の音を聞いたやつもいる。大集合か。お前ら逃げるんだよ。待って、車に乗って逃げられないかな。やってみるか。エルナ、今おい、いたぞ。あー、クソ、車だ。いたぞ。よし、巻いたみたいだ。気になってたんだけど、そもそもなんでレイフはエイブリの宝を？お金ならあるでしょ。
名誉のためさ。親の七光で成功したと思われたくないんだ。すごすご引き下がるタイプじゃない。見ろよ、あのエレベーター。巨大ね。これってすごい記事が書けるんじゃないの？かもね。誰も信じないでしょうけど。なら写真も撮っとけば？カメラ忘れちゃった。持ってくればよかった。お姉さんはなんですぐあなたに会わなかったのかしら。レイフが釈放したのに。レイフが集めてきた手がかりを全て手に入れたかったんじゃないかな。それにアルカサルのデマもでっち上げてたし。こりゃなんだかすげえ機械だな。車も乗りそうな大きさじゃない。これもまだ動くといいけどな。何か使えないか。